三元橋。三元橋は、北海道夕張市の州パロ湖に架かる、旧森林鉄道の鉄道橋である。なお、正式名称は、下夕張森林鉄道夕張岳線第1号、橋梁である。1962年、昭和37年完成の大夕張ガム建設により、それまでの下夕張森林鉄道線に夕張岳線の一部が、水没することとなり、 その移設保証工事として、北海道開発局により建設され、1958年、昭和33年に完成した、単線鉄道橋、期間 762mm である。夕張竹線では、この保証工事で、第1号橋梁から第6号橋梁までの6つの橋梁が仮設されたが、第1号橋梁である、三支園橋は、シューパルコの小尻を横断するため、その中で、 最大規模のものである。三支円トラス、トライアングラートラス、スリーコードトラスと呼ばれる下地トラス橋であるが、上限材が一本、下限材が二本、断面が三角形で四角重りを連ねた得意な構造である。同構造を採用した理由は、工場と建設費用の低減、及び周囲の景観を損ねない美しいスタイルをという配慮からと言われている。同形式としては、 国内唯一の世界的にも稀有な鉄道橋である。上部構造製作、仮設は株式会社東京鉄骨橋梁製作所。原社名。株式会社東京鉄骨橋梁。株構は体制建設株式会社の施行による。この特徴的な構造と工重450トン。長さ381.80メートル。最大士間77メートル。7連という、長大差は、 全国の森林鉄道でも他に例はない。周報、夕張岳を廃し、人造湖、シュパロ湖の湖面を低く横切るの美しい外観は、地元の大夕張郵便局、1997年、平成9年廃局の風景院にも使用され、地域の象徴的存在であった。しかし、林道の整備が進み木材輸送が、森林鉄道からトラック輸送に変わっため、 1963年、昭和38年に夕張竹線が廃止となり、完成からわずか6年間しか供用されなかった。2014年、平成26年3月、夕張シューパーロダムの試験淡水開始により水没した。夕張シューパーロダムが建設される夕張市では、ダム周辺整備計画の検討を行うことを目的に夕張市、学識経験者、 北海道開発局、札幌土木原業所、住民組織対策委員会、市議会、市農協、青年会議所などから構成させる、夕張シューパロダム周辺整備検討委員会が2001年、平成13年11月に設立され、2004年、平成16年8月に、周辺整備の基本方針として、巨ダム建設を契機として、夕張岳の自然や炭鉱、 林業などの歴史を資産として守り育てることを諮問した。その中で三元橋の保存や活用には特に配慮することとなったが、その後の夕張市の財政破綻により、周辺整備計画は具体化していない。なお、当初は、シューパロダム完成後の管理用船舶運航に、支障のないよう、一年分39.00メートルを取り外す計画もあった。 2011年、平成23年12月22日には、学会と市民団体が共同で、夕張市や北海道庁、北海道開発局に産業遺産として保存するために登録文化財に申請するよう申し入れを行った、朝日新聞北海地方版、2011年12月23日付。これを受け、夕張市は、北海道開発局、 林野町等とも協議を行ったが、登録文化財は所有者の同意が必要であり、廃棄物として所有者が確定せずやむなく、2012年、平成24年9月21日、夕張シューパロダム湖周辺の協領群とその景観が、夕張市文化財として指定された。2014年、 平成26年3月4日からシューパーロダムの試験淡水開始により4月2621時頃に一旦水没、試験淡水終了後の2015年、平成27年1月頃に再度姿を現し、シューパーロダムの運用開始により3月下旬には再び水没した。今後は余ほどの渇水がない限り姿を現すことはない。以前は、 大遊リダム管理事務所横の駐車場より、眺望できたが、2011年、平成23年12月に、アクセス道路である国道452号が、新ルートに付け替えられたことにより、三支援橋から遠ざかってしまったため、一般の目に触れることが難しくなってしまった。シューパロダム管理事務所駐車場より長望可能であり、2014年、平成26年3月4日から、 一般車両も乗り入れ能となる。三支援トラスは商談面のため水管橋に多用されているが、道路橋や人道橋としても存在している。1972年、昭和47年5月完成の三石橋が、高知県大川村のサメ浦ダム湖に架かるが、逆三支援トラスとして、上限材2本、下減材1本の道路橋も存在する。 また人道橋としては逆三元の中島市である、あやとり橋、石川県加賀市が観光名所となっている。ドイツのケルン・アーヘン、アーヘン間のデューレンに存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。